疲れ様です。今回ご紹介したい商品はこちら、じゃーん。こちら皆さん何かがわからないかもしれませんが、実は三重県津市にある超有名なチーズケーキ横井さんの世界一美味しいと言うても過言ではない極上一品のチーズケーキやで。以前渡辺直美さんがしゃべっくりセブンや花咲タイムズで絶賛していたのでもめっちゃ有名やで。なんと今回ゲットできました。めっちゃラッキーでした。奥様お一人で作っておられるため、実はウェブ注文での予約でも店頭予約でも買えず、電話予約つながるか微妙なんですけど、まあ、もしくは朝在庫があったら店頭販売のみで買える噂のチーズケーキやで。こちら1本税込み2200円でございます。電話予約優先で当日販売していったとしても数本の在庫と貴重です。僕が行った日は10本でした。ただし条件ございまして、限定お一人様1本のみとなっております。ちなみに僕は前から3番目でした。じゃあこちら横井さんのやつですね、まあ、よかったらお願いいたします。ご覧ください。このようになっております。では早速食べていきたいと思います。全体にとろけるような舌触りと甘さが広がり、続けてやってくるほど良い爽やかな酸味がありますね。うん、見た目を裏切らない味やね。これレアチーズケーキやね。こんなに濃厚なのに全然味がしつこくなくて、甘さ控えめで何度でも口が勝手に進むね。あとおもろいのがこのフォークやねん。これ実はクッキーでできてんねん。これで、これケーキと一緒に食べると、ちょっと食べてみますね一回ね。一緒にフォークまでかじりたくなるんで、ていうかもうかじってるけどね。でこのクッキーがさらにこのチーズの味わいを引き立ててるねんこれ。けどこちらのフォークは最後に食べようね。まあフォークがない場合ですけどね。ご存知の方もおられると思いますが、実はチーズケーキ横井さんのチーズケーキを食べられる場所がもう一箇所あります。その場所はチーズケーキ横井さんからほど近いペコリーノカフェさんです。まあ、女子に大人気カフェということで、ご飯からスイーツメニューまでかなり充実していますが、このチーズケーキ横井さんのチーズケーキを目当てに訪れるお客様も多いんで、すぐに売り切れます。ぜひこちらのチーズケーキ横井さんのチーズケーキ、機会があればぜひ皆さん一遍食べてみてください。Thank you.
三重県津市にお越しの際は、まあ朝早く並んででも一遍買うてみる価値ありやね。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。では失礼します。